来週の音侍第7回、はい、ですかね。なんかありますか、近況。来週のベテボンバーです。壁です。トワです。なんかありますか、近況。近況ね。なんかだと日本の夏は近況の夏。緊張。おとといも撮ったからな。うん。何したかな。あれ見てるわ。桜井正宏の YouTube チャンネル見てます。桜井正宏って誰？あの星のカービィを作ったゲームクリエイターみたいな。任天堂のね。そう、めっちゃ有名な人。桜井さんね。面白そう。今のスマブラも作ってるんだけど、うんうんうん、ゲームの作り方みたいな YouTube。めっちゃ面白そうやん。めっちゃおもろい、マジで。マジで面白いやろな。うん、もうほんまにゲーム界でもレジェンドやし、ゲームファンとかはもう全員もう教祖みたいに崇めてる人やね、もうほんまに。ユーザーフレンドリーな神ゲーばっか作るから。そうですね。でその YouTube もやっぱゲームずっと作ってきてるから、もうホスピタリティの塊で、今日見た動画、プレゼンは短くしろっていう動画。1分1秒。短っ。素晴らしいな。動画の最後にどうですか、スピードが重要と言ったでしょ、伝わったでしょ、この動画で、で終わる。かっこいい。自己言及シャレー。かっこええな。めっちゃ面白い。桜井さんな、全部見てる。ちょっとな、正規に似てるしな。ビジュアル系みたいな雰囲気。俺もよう言われるけど、ガリガリや。正規なんか似てないですよ。あれやめてほしいな。壁さんのどこが正規に似てんねん。目が死んでるからかな。いや、確かにお前んちもフライヤーあるもんな。ないわ。油飛んでくる。何でも揚げるもんな、フライヤーで。一番揚げ物食わへんねん俺。天ぷら嫌いやねん。知ってた、正近あるある、フライヤーで。いや、分かるよ分かるよ。あ、知ってた、分かる分かる、正近ね。あ、なんかそのフライヤーで揚げて食ってみて微妙な顔するっていうのが面白いみたいな。最近あるある、うん、っていうのもまあ近況かな。新しい YouTube を見始めたってことか。あとね、あの新築でスーパーボールをいっぱい落としてみて微妙な顔する。微妙な顔すんねん、最近って。うん。結果に満足してないね。あと最近ちょっとやってみようすんねんけど、反省せなあかんことあって、うん、あの今日まあ3人でコナン見てて、コナン見たな、うんうん、あのコナンのおもろいとこ写真撮ってツイートして、うん、6万いいねついて、うん、まあなんかよくないやん、ちょっとずるというか。まあ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 、そのおもろいって見つけたっていうのは俺やから、うん、あれやけど、それってな、大事やからな、面白いの見つける能力って。そうそう。で、あの昨日は、うん、シャムゲームの出た動画のタイトルにツッコミ入れて、うん、6万いいねぐらい。そうなんや。山田涼介と同じ髪型にしたよ、してもらったみたいな、うん、みたいな、なってないよっていうツッコミで。なんかちょっと考えさせられる、うん、ツイッターについて。でもそれもまあ誰もまだ言ってなかったから、それがまあバズってるツイートを見て同じこと言ったらパクツイやん。うんうんうん、いやそうよ。でも自分が YouTube 見ててたまたま見つけてやから。いやそうよ、しかも 1.8 万回しか再生されてなかった。いやそうやね、ほんまに。あんな面白そうやのに。そうなんや。で今日見たら 3.5 万回ぐらいに増えてた。あ倍にしてるやん、うん、バズって。いいねより少ないやん、うん、シャム。ほんまに見どころないね、あの動画。でもな、一応サムネは面白いもんな。シャムさんなりに工夫はしてて、うん、あの動画の最初切る前の状態で始まんねんけど、であのサムネの坊主みたいなのは切った後やねんけど、はいはいはい、切る前もほぼ坊主やねん。だからなんかそのちょっとその裏切りみたいなあるような構成にシャムさんなりにはしてくれてんねんけど、いやそれ裏切りやと思ってやってないやろ多分。今から切ってきまーすって言って開けたらほぼ一緒っていう。じゃあ面白いやん。山田涼介の髪型な。近況かな。TikTok でやったらバズるんちゃん。そのブルルルバーンってなって一緒になってるっていう。あのハサミで隠して出た。次のカット行ったらちょっと変わってるっていう。あんま見たことない、その
ちょっと変わってるっていう落とし方。あの TikTok ね。俺も今日前髪をちょっと切りました。おお、散髪行ったんや。うん、行きましたね。俺も行ったよ散髪。うん、てか散髪の話ある？あー、なんか美容師と YouTube の話したな。おお、やってますっていう話した。そう、うわ、やってますっていう話して、すごなんかめちゃくちゃ真面目な話されて、うん、めんどくさかった美容師ってね、なんか YouTube の裏側みたいなことを聞いてきて、はいはい、あ、そっち掘り下げるんやと思って。まあ気になるんやろうけどな。うん、どうなんですか、なんか真面目な話せざるをえんくなっちゃって、はい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 、広告ってどうやってつけてるんですかみたいな。ああそのだるいな。しかもその、うん、調べたら分かるような真面目な話聞かれるのうざい。うんうんうん、そのほんまに深い話を聞いてくれるんやったらいいけど、俺らが個性を出してる話ではないから。うんうんうん、 YouTuber 全員に言えることやし、うんうん、別にほんまちょっとその気になって調べるわかる。うん、てかちょっとこれほんま話したいねんけど、ちょ、よう配信で俺話してるけど、その美容師と出た脈割りの話は、え、うん、出ました。よう話してんねんけど、うん、今日その俺といい感じになってるその、うん、髪洗ってくれるアシスタントの女の人、うん、なんか前回、うん、なんか彼氏と最近別れたみたいな話をされて、うん、美容師が自分の話することあるんや。いや、そうやん、うん、うわ、しかもその年近い男の子の客にそんなわざわざ言わへんやん、うん、だるいやん。だってそのキモいと、そのそんなん言ったらさ、言い寄ってこられたりもししたらさ、だるいから普通言わへんやん、うん、言わへんな、自分がフリーですって言うのって、うん、で前回そういうのあって、えらい脈あるなと思ったら、今日、うん、あれからまだできてないんですよね。ありすぎやろ。どう思う？エロ。ドクンドクンやろ。脈。なあ。えぐ。え、そうやんな。うん。わざわざアピールせんよな。それ言わんよな、さすがに。うん。話の流れとはいえ。てか、できてたら言うけど。うん。ああ、確かに。あれからまだできてないんですよね、なんて言うことないよ。うん。人が。うん。んで、なんか、私、今月、なんかその2店舗ある店やね。近くに。はいはい。なんか A 店、B 店みたいな。はいはい。まあ、分店みたいな。うん。で、私、来月から A 店になっちゃうんですよ、みたいな。え？言われて。早くアプローチしてきてくださいって言ってるやん。いや、で、あの、次、なその近くにあんねんけど、店が。うん。1分ぐらいのとこにあるんで。うん、なんか次予約するときは、そのシャンプーしてもらってんねんけど、うん、切る前に、うん、シャンプー指名できるんでしてくださいね、わははみたいな、わ、うん、冗談半分やけど、わお、ほんまにな、なんかなんかドキドキしちゃってあらそうやな、うん、いや分からんねんけど、でもこれ、この話を俺が配信でするたびにさ、うん、お前それ勘違いしてるだけやって誰にでも言ってるってみたいな、うん、このレベルのこと誰にでもしてたらもう危ないからやめ。うん。勘違いされるから。うん。ほんまにそうやな。そうなんすよ。意味ないもんな、別にその子目的で来店増えてもその子にとっては。いや、そうやねん。だってアシスタントやし。うん。ヘルプしてるだけ。うん。で、なんか、それがその髪洗う前のシャンプーで。うん。で、まあそう、そう。明日まあライブやからその。散髪してるんですけどね、二人とも。まあそうやな。そうそう。うんうんうん、で、あの、まあ、切る前のシャンプーして。で、切った後一回流すやん。はいはいはい。で、切った後、もう俺が流すか流さんか切り終わるぐらいの時に、うん、その、切ってない人ってまあ後ろで待ってるやん、普通に。うんうんうん、カウンターみたいなところ、うん、パーってなんか気づいたら来てて、うん、で、その俺のカットしてくれてる人に、流しましょうかみたいな。言って、うん、で、そのカットしてる人が別にその、他の客おらへんくて、うん、そのカットしてる人がさ同時に何人も担当してたら、うん、流すのちょっと任せて他の人その間に切りに行くみたいなんだけど、はいはいはい、そんなんないのにパーって流しましょうかって言って来て、あ大丈夫手空いてるからって断られてて、え、うん、え、それさもう喋ろうとしてない、うん、いや
どうなんやろこれもう悩んでんねん俺。どう思う？さすがに脈ありすぎるな。せんよな、だってそんなん。せんな。だって多分だって見たらわかるやん、アシスタントの人からしたら、うん、今カットしてる何々さんちょっと流せそうやなって思ったらわざわざこうへんやん、うん、サボりたいしな普通。普通そうやん、うん、流すのなんか、うん、いやどうしよう。ええー、な。てか俺それさ、うん、悩んでるというかさ、悩んでるタール人美容師、うん、全然喋ってくれへんねん。あどういうこと。いやそのそんなことなくね、あんなん喋るでーむっちゃほんまに今日はたまたま話しかけてくれたけど、うん、いつもなんか全然話しかけてくれへんくて、あなんか俺ってそんな怖い顔してんのかなっていう。あーそこクマ濃いからちゃう。もう疲れてそうやから話しかけることマジでそうちゃう。ガリガリでクマ濃いやつが来たから気遣い、こいつ今日もクマ濃いやん、仕事ばっかりしてんねやろなって思われてるんちゃうかな。え、それいつから行ってる散髪屋、どれぐらい。いやもうずっと行ってるけど。何年も行ってる散髪屋。こっち引っ越してきてから行ってるけど。ああ、じゃあもう5年下手したら4、5年。いや違う。ああ、そのここの家に。そう、はいはい、じゃあまあ2年ぐらいか。国立の時はね、国立のとこ行ってたから。うん、そこの人とはね仲良かったけど。いやでもじゃあもうクマ濃くなってからやから。いや大学入った時にはもうすでにクマ濃い。そんな。いや、え、トアは千葉で髪切ってんの。あ、はい、もちろん。千葉って俺は指名とかしないですよ。ああ、そうなんや。毎回俺も指名してないよ。毎回知らん人、うん、めっちゃ適当に切ってもらっても。そうなんや、うん、毎回知らん人で、まあ、小切れにしてくださいって言って。うん、ちょっと面白重なってきたんで小切れにしてください。三発の位置や。はい。耳出しで、耳出しで。で、はいはいはい、襟足はちょっと反って、ツーブロ入れで入れてください。でも毎回こんな感じ。はいはいはい、はい。ですね。もう知らん人でもできるんで。その、うん、同じことやから。うん、ツーブロ8ミリで入れて、みたいな。むずいよな、それ。毎回伝えるのめんどくさいなと思いながらやってるな。うん。でも俺最近ようやくその今切ってもらってるところで、うん、その、美容師さんと相談しながら髪型について考えれるようになって。すごい、成長してる。だからないわ。ないな。うん、てか俺美容師嫌いやからな。え、なんで喋りたくない。え、体育教師嫌いやなのと同じ。あー、そうそうなん。すごい偏見やん。じゃあもうド変、最悪の偏見やん。いやてか俺その、うん、知らん人と喋るのが苦手やから。あ、基本的に話しかけんといてほしいけど、美容師さんって気遣いで話しかけてきてくれるから、そのできれば話しかけてきてほしくないのに、うん、向こうも気遣ってるからもう損やな。そう、どっちも損。どっちも損やから、もうなんか話しかけなくていいですよカードみたいなのがあったら、それをそれあった方がいいよな、ほんま、うん、使いたい。てか最初にそれの希望を言えるんやったらそうしたいけど、うん、なんかなんだかんだで毎回その出身関西なんですかとか、それだから指名せんからやって。指名したらマシになるで。いや指名料取られるんすよね。それはどこも取られるよ。うん、やからいらない指名。誰でもいいし一緒やから。え、だから、俺変えようかな。うん、散髪屋。いや俺はホットペッパービューティーで、うん、だから今の人、前か切ってた人は 2、3年切ってもらってて、ちょっと変えようと思って、そっから3、4件、5件ぐらい試して、うん、でその喋っててストレスない人、うん、見つけるっていうを見つけて、 それやろ。そっからまた多分 1年半ぐらい来てもらってる。大事っすね、まあ、通ってる美容室は何がいいって、ずっと空いてる。ああ、それ大事やな。いやでもな、多分いい美容室って混んでんのよ な多分、うん、今日見たら腕ある美容室、今日全時間帯空いてる。いやそれだから危ない。やばそれはやばい、すごない、うん、珍しい美容室で、うん、いやでもこれほんまむずくて美容室って、うん、いやですよね。俺まあ服好きやん、うん、だからできればほんま髪型もこだわりたいねんけど、うん、なんかその男が髪型こだわれるその美容院ってむずいねんな、なんか探すの、うん、まあまあまあ、うん、あ基本やっぱり美容室って女性のためのものみたいなとこあって、うん、はいはい、まずそれこそホットペッパーとか見てても、うん、その男性向けのその見本ってほんまに限られてんのよ、うん、めちゃくちゃ、はいはいはい、メンズクーポンも少ないわ、うん、今思うと。そうやな、うん、
で行ったらで行ったらその今のさ美容院の店員さんって大体インスタとかやってんねんけど、うん、そのインスタを、まあ、フォローすると、うん、ストーリーでありがとうみたいな今日来てくれたお客さんですみたいな、はいはい、あ出た、はいはいはい、大体可愛い女の子やったりすんねん、うんうんうん、だなむずいのよねこれほんまに、うん、なるほどね、うん、いやなんかそんななんか俺はズブズブの関係にはなりたくないな毎回もう淡泊な感じで終わりたいうわーでも俺美容師さんと仲良くなりたいから探そう、うん、いや探した方がいいっすよそれ意外と美容師と喋るの好きやわ、うん、なんか俺はほんまにそのトアが言ってたみたいに、うん、その喋りたくもないのに喋ってるっていうのも分かんねんけど、うん、でまあそれは全員にやってると思うから、うん、その平均を上回るおもろい会話を知ったら向こうも嬉しいやろなって思うね普通にまあそりゃそうやな、うん、って思って結構俺はその嬉しい楽しいというかああ、まあ、逆にうざい可能性もあんねんけど俺が、うんうんうん、変にうざけたら、うん、ああでもうんでもそれは絶対そうやと思うねんな国立住んでる時はな仲良かったな、うん、いいなワンオクのタカみたいなめっちゃいいやめっちゃかっこいい人にいつも切ってもらういやいやわでもワンオクのタカみたいな人に切ってもらうのすごいなんか俺の魅力引き出してくれなさそうやわほんま喋りはほんま落ち着くワンオクのタカみたいやけどそんなタカおるんやうんワンオクのタカみたいでまあでもタカも落ち着いてるからな実はまあでもなタカはなフェスで声出せっていう方それは炎上したやつやっぱロック、うん、ロックすぎててかロッキンでも言ってたようん、うん、その後別のフェスで炎上したけどうんそうねうん、サマソニーで炎上したんかなうん言ってたなロッキンでも言ってましたいやいろいろあるんですねびっくりしちゃった急に言うからはいはい、えと思ってえって、うん、みんなで歌ってくれよえいいのそれはでも主催も悪いよなまあまあまあそのルールでこうしたらこうっていうの決めとかないとなうんそれをもうステージからそれは言わないでくださいって主催が言っとかんとあかんわ、うん、それは、うんうん、言ってるんかもしれんけどいやでも言ってなかったと思うサマスニーとか外国人のあれ全員煽ってたしそうやな外国のではそんなやってないから今も、うんうんうん、それはもう外国人悪ないやん、うんうん、だそれちょっと、ね、そうやな疑問でしたサマソニー確かにだかサマソニーもその喋りたくない人はその札あげれるようにした方がいいかもアーティスト喋りたくない美容院と同じように、うんうん、そうですねある気するけどなそういう美容院もあると思う、うん、うんうんうんてかこれ前も言ったっけ金持ち向けのめっちゃ賢い美容師おった方がいいっていう話ええこれずっと唱えててそのちょっとどういうこと美容院ってめっちゃ会話するやん、うん、1時間とか2時間平気で喋るわけよ、うん、パーマ当てたり、うん、色入れたりしたら、うん、でその2時間がさやっぱさほんまに嫌な思んないとかさめっちゃアホとかやったらしんどいやんまあだから俺は探して今同じ人に切ってもらってるわけやけど、うんうんうん、でそれこそさそのジョブズとか、うん、ザッカーバーグとかが髪切るときに、うん、ザッカーバーグの2時間が無駄になってるのってめっちゃもったいないなって思っていやいやお月がおるやろあもう専属の、うん、でもその専属もさ話おもろいんかな果たしていやそれはでも選んでんちゃう、うん、話がおもろいとかそもそも、うんうん自宅とかで切れて自分の好きな音楽かけてるとか、うん、でもそのまあまあザッカーバーグクラスになったらごめんそうやそれはそうやな、うん、専属の人おるかもしれんけど、うん、そのそこそこのお金そうそうエリートビジネスマン向けの、うんうん、東大卒とか分からんけど、うん、ちょっとそのほんまに話できる人というか、うんうんうん、なるほどビジネスとかそうそうそうどんな話題にもついていける人なんておらんからなまあでもそのなんていうビジネス的にというかハイソな人が、うん俺は全然その今美容師さん別にそんな勉強できるような人じゃないけど普通に東海オンエアの話とかで盛り上がってるから俺は大丈夫やけどそれが40のさエリートサラリーマンとかだったら違うやんそうだから趣味書いといてほしいな、うん、指名するときに、うんうんうん、こんな話が好きですっていうの書いといてくれたらあ、うん、わこの人がいいなって確かに、うん、プロフィールがあればな確かに風俗もあるもんな多分あるよなうん、うんあるあるあるよなあるあるから
うん、話合う人に切ってもらいたい。いや、それは誰だってその、何だってそうやもん、絶対。せっかくやったら。うん。うん、1時間ぐらい喋れるわけやから。うん、あの、塾のチューターですら書いてんねんから。うん。確かにな。書いてる。何々が趣味。居酒屋行くなら、俺んち恋の店員とかも書いてるから。書いてる。うん、いざ恋の店員とかも。いざ恋って言うんや。うん、居酒屋行くなら、俺んち恋。うん。うん、散髪って面白いよな。うん。散髪の話ってなんか楽しいわ。居酒屋の店員と喋ることなんかないのに。人それぞれやからな、散髪ってほんまに、うん、いやでも俺はほんまにその指名するのおすすめやねんけどな、うん、居酒屋の店員なんてね、彼が一気飲みしますって、拍手お願いしますそんなあんねや、やったりするから、必勝居酒屋やばいよ、汚いわ、ウェーイみたいな、ウェーイ店員が、いやあれやん、ラウンドワンであの、あの真っ暗になってボーイングライトチャレンジそうそう一緒やん、ポントゥティポポントゥントゥントゥンみたいなだけで転がすやつ、ね、曲流れて、はい、なんで店員の一気飲みみんなで見なあかんねんと、あ、店員の一気飲みなんや、しかもそう、うわーてか、その美容師と脈ありの話だけど、ついに今日チャンネル教えてしまった、あれやば、うわ、まあでもここまではたどり着かへん、いやーそうそうそう、そう簡単に、そうそう思ってここで言って、今までずっと生配信でベラベラ喋ってたんやけど、うん、ついに今日その、ずっと隠しててんけど、YouTube やってるっていうのはバレてもうてんけど、うん、はいはいね、チャンネル言ったらその配信で話せんくなるから、うん、言ってんけど、今日その、もう、今日インスタで教えといてくださいね、みたいな、その散髪してる時に言われて、うんうん、からも、さすがに送っちゃって。うわ、え、来週をですか、ベテランチ。あ、一応両方送った。別に見なくていいですよ、みたいな感じで送った、うんうんうん、聞かれたから。見るよな、脈あったら。なんせインスタももうな、その時点でメッセージできてるからな、確かに確かに繋がれとんや、ようできた仕組みやで、ドキドキしてきた、俺もやろっかな散髪屋なんで、整体師、リンパマッサージあれ楽しんごやリンパマッサージやろ、繋がれるからタノランチ、うん、でもシャンプーってごめん、ちょっとまだ話していい、え、うん、まだもうメール読みたいと思うんで、いや全然いいよ、そのシャンプーしてもらえるって結構すごない？結構なさ、その身体的接触というかさ、うんうんうん、結構俺毎回なんか大丈夫かなって思う、ていうかありえん気持ちいいよなうん、普通にさ、ほんめっちゃリラックスするわけやんな、ほんまに膝枕されてるぐらい気持ちよくない、いやいやいや、超えるぐらいじゃんいやな、マジシャンプーだけの店あったらな、いや、ヘッドスパとかあるって、だからそれこそ、ああそっか、うんうん、ヘッドスパなんかあれシャンプーのすごい番、え、行こうかな、うん、いやいいですよ、気持ちいいもんな、うん、ヘッドスパめっちゃ気持ちいい、あ、今月まだおるって言ってたから、あの人ヘッドスパで指名して、俺も行こうかな、そこなんで取り合うねん、ふざけんなよちょっと後でインスタ教えといてくださいえ、でもほんまにな、ほんまに脈あった気するな、なんかもうええわ思い出して気持ちよくなってきてんけど、すごいわ、でもなんかそんなずっと同じようなこと言ってるぞ、うん、なんか嬉しいな、そんな繋がれるのマジすごい、嬉しすぎて、嬉しい、そんなことなかったからな、うん、行きゃいい、ほんま、うん、ヘッドスパに行きます、うん、はい、じゃあちょっとすいません、いろいろスパ行ってください、うんうんうん、反芻しちゃった、嬉しくて俺がその国立でいつも行ってた美容室はずっとビートルズかかってて、あら国立やな、なんかナイスと思って、ああナイスビートルズ絶対に不快にならへんから、うん、まあまあ確かに、ほんでお前も髪型も今ビートルズやん、うん、え、ちょっとねなんかビートルズやん、うん、え、いやほんまちょっとビートルズ、ビートルズの壁やったんや、レリピービートルズの位置、レリピレリピン、レリピン。ほんで、ジョン・レノン、ビートルズの曲もともと。え？ジョン・レノンが。これジョン・レノンか。いや、わからへん。ジョン・レノン単体の可能性もある。わっ！レッド・イット・ビーは、うん。そうか。そうかも。しくった！イマジンとかの方が。イマジンってジョン・レノン単体じゃん。あら。わからへん。その、ビートルズの中のジョン・レノン曲なのか、ああ。ジョン・レノン単体の曲なのかがちょっと難しい。桑田状態ね。桑田状態、ほんまに。桑田状態ね。ポール・マッカートニーはそれないんけど、うん、まあまあまあ、ビートルズの曲で何が好き、あれお前ジジイが聴いてるラジオじゃないねんからお前ねえ、いいですね、まあいろいろありますよ散髪なんて、
バックインザ USSR かな。うわっ、おバックザ US のやつよう知ってんな。いやそれ知ってますか。 USSR ってあれソビエト連邦みたいな意味らしい。ああそう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 、あそっか、ソビエト連邦に戻れみたいな意味でしょ。へえ、歌詞もな面白いね。あれそうなんだ。何が好きかな。そうなんだって何。そうなんだ、興味なさそう。あ、レッド・イット・ビーはビートルズやわ。ああ、よかったよかった。よかった。ヘルプとかね。ああ、出た。ヘルプ。はいはい。マジで、その人気ありすぎて、忙しすぎて、ああ、っていう曲なんや。助けてくれっていう。ええー。曲出したっていう。エピソード込みで。深い。かわいい。助けてほしくて、ヘルプっていう曲出すっていうの。いいな。面白いよな。なんかおしゃれ。PV とかもほんまなんかその、めちゃくちゃ大勢の人に追いかけ回されてせかせか逃げる動画。ああ、かわいいな。うん、そうそうそう。これ素晴らしい。いいなあ。うん。聞こうかな。聞いたことない。ほぼないですね。聞いた方がいいです。ね、ビートルズ通ってない。うん。これマジ国道よ。ビートルズなんて。いやでもジジイすぎて今速道なんちゃう、ビートルズって。親の影響とかなかったら聞かへんのちゃう。まあそうか、俺も家で流れてたから知ってるけど。そうかそうかっていう説はある。あとね、ヒアカムズザサンとかゴールデンスランバーとか、ディ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 好きですね。ディ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 、うん、ええやん。興味なさそうやろ。お前めっちゃ興味ないやん。顔ゼロやんお前。嘘やん。みんなに見てほしいわこの顔。ほんまにゼロやな。ほんま見たことない。としみつみたいな顔してる。東海オンエアの。ああ確かに似てるな。いつもニコニコしてる。真顔だったらとしみつなんやとわって。めっちゃいいやん。それはいいな。うん、かっこいいしな、うん、いやービートルズね。ヒステリックグラマー着るしな、としみつ。なんそれ。あ、またとしみつの顔になっちゃった。もう分からへん。としみつが着る服、ヒステリックグラマー。かっこいいからな、としみつって。男として。あ、漢字の漢と書いて男。男鈴木やからないつも、ほんま。国道のコーナー、よいしょ。国道や。今ビートルズの話したからな。ラジオネームネクスト坂上忍さん。ファンキーモンキーベイビーズはどうでしょうか。ああ。聞くか。通ってないんや。いやいや、通ったことあるよ。最低限通ってんちゃいます、みんな。ファンモンなんで。めっちゃ好きやったで俺。あと一つとか。うん。お前野球の曲やんけ。聞いたことあります。いいで、うん。ファンキーモンキーベイビーズ。俺ほんま、めっちゃ、うん。カラオケ行ったら全然歌えるわ。多分10曲ぐらい歌える曲ある。ファンキーベイビーズな、うん、10曲ぐらいあるわ、俺も絶対。好きちゃうな。小5の時とかめっちゃ好きやったな。うん。ガラケーやったわ。いとこにもらった iPod に入ってた聞いてた。小5の時とかに聞いてたら好きやったんかもな。うん。てか普通にいいからな、なんか。うん。覚えてるわ、なんか。八王子の南口から家までの帰り道、待ち遠しい友達と家族にいつでも会える道、でも居心地がいいからって甘えて、これでいいのかなって気持ち抱えて。おぉすげえ、ま、覚えてた。できるんや、うん、八王子ね。雑魚のインフム、うん、八王子の南口。雑魚のイン誰でも踏めるよ。ほんまに雑魚やな。キャッチーやな。でもキャッチーか、うん、今のあれやな、ちっぽけな勇気やな。あー懐かしいですね。あれな、なんか雑誌の切れ端みたいな見つけて応募するみたいな PV な。いや、河原で。だいたいそんなんやね。ファンモンの PV って。河原でなんか拾って。感動ドラマみたいな。よし、この3人で。よう、なんで覚えてんねん、それ。オーディション受けてみるか、みたいな。だいたいそんなんや。ヒューマンドラマみたいな。そんなんなんや。PV。行ったことありますね。最寄り駅の改札抜ければ。それもあるな。みたいなやつね、ダディ、その背中に。ヒーローちゃいますの。ああ、そうや、そうや、そうや。ダディーって。お父さんの歌やけど。ハトリ。うん。
ハトリえ、ダディその背中にっていう歌詞ないかな。え、多分あるで。あるよな。ダディ、うん、あるんちゃう、わからんけど、うん。俺めっちゃ聞いてたから多分あるで、これ。ヒーローじゃないの。だってお父さんがヒーローじゃないから。からダディその背中にがあって、うん、ヒーロー人ごみにもや。へぇー。ああ。そうそうそう。おとんのね、歌ですもんね。うん、仕事頑張れーって。ハトリがね、その息子の作文を、わ、PV の話して、授業参加で聞いて泣くっていう PV。はいはいはい。面白い。ずっとそれやねんな。だって、ほんま2年ぐらい、1年ぐらい前に出た最新の曲も、なんか、千鳥の大悟が、街を開発しようと思っていろんなところで謝る。あれ、面白いわ。はいはいはい、はい。あの PV、めっちゃ面白いわ。よくあるヒューマンドラマにめっちゃ有名人当て込むっていう。うん。大悟の演技マジでめっちゃ面白かったな。ジャケシャもそうやしな。マジで。一緒。大悟の演技って全部。トークサバイバーと一緒。確かに。その全く同じ。A ボタンしかないっていうな。そう。満金のくっさい演技があるだけ。ほんまに面白い。ここで面白いな。でもそのカベちゃんが通ってる通ってないクイズにもなんねんの。そうやな。他にないの、国道のコーナー。ああ国道ね、うん、うわ何やっけな、これ多分国道じゃないやろみたいなのも来てるけど、ちょっと待ってな、うん、あごめん1つしか見えてなかった。まああとなんかスピッツとかもあったな。スピッツで聴いてない曲があれば聴いてみてくださいっていう。聴いてない曲があれば聴いてみてください。投げやりすぎやろ。ただ全曲聴いてるから。なんでコンプリートさせようとしてるんですか、スピッツを。その、もし有名曲で聴いてないのあったら聴いてください。やったらわかるけど。スピッツを通っていただきたいですで、もし聴かれていない曲があるなら聴いてみてください。ああ。ね。それは通ってるでしょ、スピッツなんて。スピッツはまあ速道やからな。うん。まあでも、国道でもあるけどな。ミスチルが国道ならば国道やけどな。その、いやまあミスチルとスピッツ比べたら全然違うと思うけど。あ、ほんまに、うん、そうか。スピッツはでもまあそうね。全員速道やと思ってる国道でもあるし、うん、みんなが国道やと思って聞いてる速道でもあるし、うん、偉大な存在。うん、そうやな、うん。スピッツってちょうどいいっすよね。うん。偉大。ほんま一番無難やからな、多分。女の子とかに好きなアーティストを教えてほしいって言われた時に、うんうん、ほんまに絶対に好感度下がらへん、スピッツ。でも俺そういう時にスピッツっていうやつってしょうもないと思うわ。うん、いや俺は言わんけど、うん、俺はアンディーお前は言わんと思うけど、うん、そのてかこれちょごめんちょっと唱えていい、うん、すぐ唱えるけど、うん、あのスピッツ好きな女の子好きやけど、うん、スピッツ好きな男なんかろくなおらへんくない。そんなことないよ。いい人多い。なんかレインマンズの赤瀬くんとかも、おああスピッツ、好きなアーティスト聞いたらスピッツって言ってたで、いいやつよほんま。あと出てきた。でもそのなんかスピッツがエース、その手札のエースなやつ、うん、なんかあんまいいイメージないねよな、ほんまに。あそれだから逆にその全部通った上でスピッツ1位のことって絶対あるやん。いやだからそういうやつは多分いいんやと思うねんな、うん、だから、うん、それだから俺みたいにが言ったみたいにスピッツって言っとけば無難カーでスピッツって言ってるやつが、うん、ってことじゃない。いやそれは確かにしょうもないと思いますよ、うん、何個もこういろいろ言ってスピッツ最終スピッツの人はほんまいい人多い、うん、でも無難で言ったらほんまスピッツが1位やと思うわ、うん、うん、あとアイコ。いやー無難やなぁ。でも。アイコと。うわ無難やなぁ。アイコ、斎藤和義。あー、無難やなぁ。うん。この辺。だって誰も嫌われへん。でもだから。嫌いな人おらんもんな。うん。だから女の子でアイコやったら俺なんかあんま好きじゃないかも。男でアイコ言ってたら。うん。あ、マジそうやな。やし。それはそうよ。男でスピッツ言ってたら、ちょっとなんか。あー。安牌というか。はい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 。なるほどね、っていうのはあるかもしれん。なんか。うん。なんやろな。あと好きなタイプ聞かれた時の安牌とかある？ええー。その、
女優とか。はい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 。好きな女優誰って聞かれた時のアンパイとか。アンパイとかあんのそれに。でもちょっと反対になるけど、夏ミートが池田エライザって答えたのはあっぱれって思った。そうやな。お前正直すぎやろって思う。うん。誰やろ。まあどうなんやろ、でも。アンパイとか なくないですか。ないか。普通に好きな人言えばよくないですか、それは。どうなんやろ、でもまあその嫌な、だから吉岡里帆とか言ってまうと、うん、ちょっとなんかそういう系好きな人なんやなって思われそうじゃない？そういう系。なんかあのああいう本田翼とか吉岡里帆とかちょっとそのあざとい感じの子言ってしまうと、はあ、ちょっとなんかこの人ああいうあざとい感じの子好きなんやみたいになるというか、あもっとニュートラルな男女ともに女子受けする美女みたいなの言っといた方がみたいなのはあるんちゃう？そうそうそう。だそれで言ったらその前一回あったのはあの服作ってる人と話して、うん、どういう人が好きなんですかって話になって、うん、いや僕普通におしゃれな人とか好きなんで小松菜奈が一番好きっすねって言ってて、おかっこよと思って、なんか逆に、うんうんうん、なんかその夏ミードが池田エライザ好きなのと同じというか、あその服作ってる人がおしゃれな人好きで小松菜奈真ん中やというか、う正直というか、うんうんうん、それはなんかええと思ったな。夏ミ俺もでも小松菜奈やわ。ああ、だからそれ、壁ちゃん小松菜奈好きとかはほんまに、うん、なんか正直というか、多分ほんまにそうなんやろなって感じするから。うん、あ、だからそれはそうやわ。だから、男で安牌と思ってスピッツ言ってるやつは、だからその、ほんまに好きなんじゃなくて、うん、ちょっと安牌でちょっとかっこいいと思われたいからしょうもないんかもしれん。うんうんうん、うん。そうちゃいます？うん。だから、トアが AV 女優好きやっても全然だから、うん、面白いもんな、それって。うん。うん、北川景子とか言っちゃうと、そのあ私ってタイプじゃないんかもなとか思われたりするみたいな、うん、ちょっと話一回したことあって、ああなるほど、個性のある人を言っちゃうとってことやな。そう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 、そんなんでも小松菜奈なんていやなめっちゃそうちゃいます、私そんなん無理よってなるよ、うん、全員、うん、それはいいんや、いい、俺は好きやから、うん、ほんまに正直に、そうそうそう、うん、正直に言うのが一番と思ってる。聞かれたら、うん、食べみかこ、うわえ、食べみかこってちょうどええかも、面白、食べみかこが一番好き、え、ちょうどええかも、てか最近なんかあんま見えへんな、あの赤ちゃん妊娠してて産休あって最近 CM とかで復帰して、え、ちょうどええかもてか食べみかこってトアに似てない、似てるか、え、似てるかも、トアみたいな顔してない、食べみかこって似てないよ、え、食べさんですよね、ちゃうまいてるか、あ、いいな、いや食べみかこと吉高由里子、俺は、あーでも結構わかるな、ええな、そういう系統なんや、吉高由里子にも似てないとは、似てるかいなんかあ誕生日一緒かも、そういえば前言わんかったけど動画で森久美子と、森久美子と原辰徳の方が面白いから、あー吉高由里子と、吉高由里子も一緒や誕生日、いや吉高由里子もずっとニマニマしてんもん、うん、とはぐらい、吉高由里子っていいな、うん、好きやわ、なんか俺は元気そうな人が好きなんで、はい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 、いいな、でもそのなんか人に言いやすいタイプやな、ほんまやな、タイプとして、うん、俺ほんまにインリビングのリリカが好きやからなんかそのインリビングのリリカ好きなのってガチキモいから、うん、うわ、まあその別にインリビングのリリカさんはすごい素敵やしうんうん、うん、誰が見ても可愛いけど、うん、俺みたいなやつがああいう女の子好きなのはガチキモいから、ちょっとガチすぎるか、そのネットちょりしてるから見えへんのよな、なるほどね、それで言ったら宮崎葵もちょっと希少いか、あーそうそう、だから吉岡里帆とかもそうだし、そのそういうそのスピッツで宮崎葵やったら、ね、あーそう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 、ガチすぎか、そうそうそういうそういう狙いすぎか、あーそうくないですね、宮崎葵かもうおらんからな、でもあんま宮崎葵のこと好きな人何してあるの、最近結婚しちゃったんやっけ、岡田くんちゃうわ、誰かと結婚した、高岡みたいな、それ前それ前、うん、誰かと結婚して、俺が大学の友達と話した時は岸井ゆきので落ち着いた、いやーいやなんか一番、え、一番でも岸井、いや小松菜奈とかやったらまあいいけど、岸井ゆきのってなんかほんまにインリビングリリカぐらいなんかさ、うん、そうやな、ガチかも、処理してない、うん、その考え方が俺らにはなかった当時、ああ
この話をした時は岸井ゆきのが一番安牌なんちゃうかってなって。いやいやいや、全然わかってないやん。安牌じゃない。一番ねっちょりしてるやん。岸井ゆきのなんて。ねっちょりしてるな。うん。一番なんか。あるでしょう、いろいろ。そうですね。うん。皆さんもね、考えてみてください。あ、これでもほんまにコメントでちょっと聞きたいかも。うん。音楽と好きなタイプの安牌。うん。逆にその、女子がどういう男を言うのかも気になるし。ああ、確かに。そうやな。好きなタイプ、好きな男性俳優とか、うん、好きな男のタイプ言われて、誰に言われたら嫌や。それこそ俺、その、ちょっとずれるけど、その、筋肉好きとか言われたらマジ腹立つ。ああ、お前黙れよっていう。それでもだから自分には全くない要素やからっていうのもあるし、ね。ああ、っていうのもあるし、もちろん。で、俺がムキムキやったとしてもなんか。なえちゃわへん。なんかその、ほんまにおっぱいでかい人がタイプって言ってるのと同じじゃないって思っちゃう。まあ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 そうやけど、うん、男がおっぱいでかい人って言ったらめっちゃキモいけど、うん、女の人で平気でマッチョな人好きです。確かに。そんなんあり、うん、そんなそんなんあり一緒やんって。確かに。おっぱいでかいって言ってるのと、うん、うん、まあちゃうけど、マジで一緒やな、まあ、ちゃう。限りなく近ない。うん、うん、チンチンでかい人とおっぱいでかい人やったら、うん、チンチンでかい人の方が圧倒的にエロいというか、うん、直接関わってくるやん、うん、成功快楽に、うんうん、でもおっぱいって別に快楽に関わってくるもんじゃないから。そうそう、形の好みだけやからな。あ、そうそう、まあまあ、うん、ほんまに筋肉と同じかもな、うん、どうやフォルムの問題やから、うん、確かに。どうやろうな、うん、で乳首感じる人って言ってたらそれは違うけどそうやな、おっぱいでかい人って言ったら筋肉あるのとほぼ一緒というか。そうな、だって見た目が性的に魅力的かどうかっていうだけやから。性的魅力やし、おっぱい触りたいと筋肉触りたい一緒やから。うん、あー、でも筋肉は努力で鍛えれるからな。いや、おっぱいも豆乳飲んだらデカなるやろ。なことないのよ。だから身長高い人やと一緒やと思いますけどね、おっぱいは。あー、いや、まあでもそれはまだだって先天的なもんじゃないですか、おっぱいは。だって、いやでもその、筋肉はマジ肯定的やから。いや、そうやけど、でもその見た時の感情よ。エロって思うっていうことやん。だってその筋肉っていうのはもう。いや確かに。身長はだってその男性目線でも大きい、実際女子が。どっちが好きって絶対あるし。うんうん。まあ、そうだね。そうだそうだ。本当に。ありがとう。そう思う。じゃあすいません。じゃあメール。うん。見てみましょう。まあ、ただ俺が通りたいなと思っただけで、国道か分かりませんが、ラジオネームハチキンママさん、海外ドラマのビッグバンセオリーはご存知ですか？おもろそう。ビッグバン。10年ほど前に全米で視聴率ナンバーワンの大ヒットしたコメディです。コメディなんや。おすすめはシーズン1の1話の主役の天才物理学者2人が高 IQ 専用精子バンクに行く話です。めちゃくちゃおもろい。来週好きな方にはハマると思います。これからも応援しています。あ、てかめっちゃおもろいな。突然コメディやな、これ見たいな。てかそのカメちゃんが海外のお笑いにも詳しくなって、海外のお笑いのあるあるとか言ってたらめっちゃ面白いよ。うん、その助かる。海外コメディ芸人のモノマネとかしだしたらめちゃくちゃおもろいもん。うん、突然幅広がる。うん、小賀県みたいなことある。高IQ 専用精子バンクに行く話見たいなぁ。てか第1話の、シーズン1の第1話それなんや。うん。おもろ。たまらんなぁ。アメリカってすごいな。それで1位やもんな。うん。ストロングやな。ほんでビッグバンセオリーっていう名前、めっちゃバカやん。うん。かっこいい。物理学者のコメディで、タイトルビッグバンセオリー。うん。アホや。なんやっけ、なんか、セックスセラピストみたいなドラマあるよな。ああ、いやー、うわ、なんか言いたいことは分かるような気がするけど。セックスセラピーやっけ。ええー。いや、なんでもあるからな、ほんまに向こうって。みたいなな。すごいから、ほんまに向こうのドラマ。その主人公の男の子が童貞やねんけど、大学で、その、性に関するアドバイザーみたいな。ほ。役になるっていう、立ち回りになるっていう、でそのやばてんてこまになるんや。ほんま本当は童貞なのにどうなっちゃうのって。いや、童貞なのは言ってるんかな、なんか、はいはいはい、親がセックスセラピストなんかな、母親が。あ、なるほど。で自分は童貞なんやけど、あ、そうみたいだね。海外ドラマちょっと見たことあります。それ神回があって
そのオチだけ言うねんけど、うん、This is vagina。 よすごあ、違うわ、 This is my vagina かな、がオチゼリフなのよ。一緒やって、うん、あ、そのオチでめっちゃ感動するっていう。感動なんや。どんな話なんだ、どんな話なんてなるやろ、うん、これ見てほしいです。見ます、うん、見るか、めんどくさい。まさかのいいシーンやから、はい、そんなセリフやのに、あのだからそのずっとコメディでそういうのやってきて、その同じようなこと言ってんのに感動に聞こえるっていう、うん、みんな好きなやつね。そう、うわ、それ面白いなと思って。アメリカンコメディやな、その終わり方って、うん、その感動の究極というか、今までで一番なかった感動シーン作ろうって思って作ったんやろうなっていう。俺らの役割やって、うん、バジャイナで感動シーンを作ろう、うん、面白かったな、すごっ。オチ聞いた上で俺も見たけど、めっちゃ面白かった。誰に教えてもらってそれ。あ、お笑いサークルの同期。すごい、そんなの教えてくれるセラピスト、どこにおんのやろ。セックスセラピスト見ようとしてる、うん、それ AV やん。あんのかな、それ AV やん。ない、童貞くんのお家にセックスセラピストが来て、ないか、朝まで何発。いや、それはボン。あ、やば、時間が、あら、長すぎる。まあ1時間半とってもいいよ今回。いいですか、はい。じゃあ母校のコーナーいきますか。はい、母校、母校、ボコンボコンボコン。ラジオネーム、そこに咲く一輪の花さん。おしゃれ。佐賀県立佐賀西高校あるある。おう、食堂のカツ硬すぎて口の中怪我しがち。ほんまに、え、石あげとん。いや、その衣かな、どっち、衣がかな、衣、やけどはトゲトゲなだけかな。硬すぎん、ずっと揚げとるってことか。うん、衣がじゃない多分。さすがにな。うん、そんなんある。怖っ。まあもうほんまなんちゃう、さすがに。硬すぎるまでちゃう、ほんまなのは。もしかして口怪我しがち。うん、持った、持ったんじゃない。持ったんじゃない。そこに咲く一輪の花さん。ねえ、そこに咲く一輪の花、ちょ、さすがに持ってるでしょこのメール。持っちゃダメだ、怪我しがちがちょっと、うん、痛ってなりがちとかやったらわかるけど、うんうん、ちょっと持ったかもな。まあ、僕もコロナなる前はとんかつとかよく食べていました。いや、ええわ、前回出てきたキャラクター。出た出た、何を横浜の浜っ子。何を引き継いどんのよ。マイク大好き、マイクです。うわ、浜っ子のマイクだよ。母校、はい。ラジオネーム、人よ人よに人見頃さん。お、ルート2だ。私立成城高校あるある。もともと陸軍士官学校だったため、歴代校長のほとんどが戦犯として処されていがち。おもろ。おもろいな。うん、面白いですね。処されていがち。初めて聞いた。処刑されていがちでもなく。うん。処されてんねや、まあ、処刑とかでもないんかな、永久じゃないから。先輩かわいそう、うん。ラジオネームキャッチ&リリーフさん。お、今回2通目ですね。すごい採用。聖霊クリストファー高校あるある。おれ、おい、お前かい。前も聞いたって。うん、鈴木翔太の出身高校、はい。聖霊クリストファー高校あるある。12月初めから飾られるリース、クリスマスには枯れがち。いや、もう一緒やん、前回の賛美歌口パクでごまかしがちやから。鼻歌でごまかしがち。一緒やん、ほんま。その一緒やな、キリスト教あるあるやん。うん、最高。12月の初めからもう祝うやん、ウキウキしてな、飾っちゃうんやろな。はい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 。でクリスマスには枯れる、うん、それほんである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 やな。早めにやりすぎて本番枯れてるみたいなあるある、うんうん、何個も聞いたことある。なんかそのあるあるのパターンというか、うんうんうん、にハマってて、まあまあでもちゃんと面白い。そうやな、うん。
はい、ラジオネーム孫さん、うん、熊本高校あるある、うん、数学教師、年中額に絆創膏を貼っていて額に三つ目の目があるという噂立ちがち。あーいいなー、あいいなー、これ好きです。いいよなー、なんかその面白すぎひんのがリアルというか、うん、そこで流行ってるユーモアっていう感じが、うん、なんかめちゃくちゃあるよな、うん、これぐらいで十分面白いというか、その知り合いに関するお笑いって、うん、っていうのがすごいなんか好きやわ、好感が持てるというか、うん、飾ってないですね、うん、なんも実際にその教師見たら面白いんやろうな、うん、ほんで多分絆創膏もちょっとでかいんやろうな、目が入るサイズの、うん、一番普通の絆創膏より人サイズでかい絆創膏ね、うんうん、いじり方とかも年々進化していくんやろうな、うん、そうね、うん、その最初今は多分メアルでとどまってるけど、うん、徐々に尾ひれがついていって、うん、うわー楽しそう、それ一個あるだけで、うわーなんか、うわー高校やわそれ、うわ俺なんかそのずっと来週でさ高校時代の話知ってるけどさ、うん、なんか高校に戻りたいなってあんま思ったことないね、うん、見てる人はなんかそういうの思ったりすることもあるかもしれないけど、なんか俺らはやっぱさ別に思わんもんな、友達のメンツもまあ、うん、来週以外にもまあ遊んでるし普通、うんうんうん、でもなんかこれだけはほんまに高校戻らんとできひんというか、うん、今ほんま初めてなんか羨ましいな高校生と思って。いやいいな、うん、なんかテレビの良さと一緒かも、なんか、うん、テレビってみんなで一個の画面を見るのがいいよねみたいな、共通の話題にしやすいよねみたいな、うわーいいなー感じよな、だんだんというか中高のどんだけこすってもおもろい、時間割が全員一緒やからこそいいというか、うん、いやそれってほんま大人になるにつれてなくなっていくのよな、ないからな、はい、それぞれ別の仕事するしな、うん、会社入っても全員で集まって一緒の授業を受けるっていうのもうないからな、わあすごい混ざりてー、そのいじりに、うん、素晴らしいですね、こう剥がすかな剥がすかなとか言って、やっぱ剥がされるぞ、剥がしそうになったらやばいどうしよう、うん、これもう剥がしたら目あったことにして他のクラスに言わへんとか言ってそうやな、みたいな、だってその楽しみ方できひんくなっちゃうからな、一回見ちゃったら、そうそう俺らだけの秘密にしようよみたいな、うん、楽しそう、ええー、なあ、はい、ていうか前髪作らへんのかな、まあ確かに絆創膏せずにな、うん、前髪下ろしたらええねんけど、それの理由とかもななんかできていくんやろうな、確かに逸話が、うん、前髪下ろしてた時になんかあったせいでもう今は前髪下ろせへんくなっちゃったみたいな、うん、いろいろな噂が立つんやろうな、うん、ラジオネーム宮村さん、三重県立松坂高等学校あるある、うん、共通テスト出願書類の記入例松坂牛太郎勝ち、いいわいいですね牛太郎、うん、絶対そうなるやろな、どうなるなこれ、松坂全体がそうなのか、松坂高校だけなのか、いやどうなるな、松坂太郎でいいのに別に、うん、うん、遊んでるねやんな、うん、普通に誇りあるな、なんかそれ面白いな、その自分自虐入ってるというか、うん、セルフいじりというか、俺らってどうせ牛やろみたいなそのふざけ、うん、うんうんうん、でそれをメールで送ってきてるのなんか面白い、牛一本松坂はもう、うん、牛一本です、面白い、いいな、そのぐらいの内輪がいいな、うん、なんかほんまにでも、うん、一本やな、ん？ん？一本やなっていうの？いや松坂ってほんまに牛一本やなと思って、その牛一本の町よそら、うん、なんかほんまになんか何も浮かばへんかったわ今考えてたけど、うん、松坂、さあじゃあ次のコーナーいきますか、お、お、何ですか、コーナー内コーナー、はい、お、イチローやった、来ました、嬉しい、来たー、楽しみにしてた、はい、まあイチローというコーナーですね、うん、前々回ですか、第4回、まあ第3回ぐらい、うん、まあ忘れたけど、愛工大名電高校あるあるが送られてきて、うん、
で、一郎関係あるかないか予想しようやみたいなんで盛り上がって、そうそう。だから母校のコーナーに、愛工大名電あるある、一郎の逸話めっちゃ話しがちみたいな、うんうんうん、あるある送られてきて。一郎くんはねえと言いがちみたいな、うん、のが送られてきて、それで、その、ラジオネームポップな民間さんに、いっぱい一郎の、愛工大名電高校のあるあるを送ってくださいと。はいはい。で、その中から厳選して、一郎関係あるあるあると、関係ないあるあるを、俺が今からランダムに読み上げていくんで、ポップな民間さんがマジで2、30通送ってくれたから。ありがた、うん。ありがとう、ポップな民間さん。うん。そこから7個を厳選したんで。はい。はい。え、早押し？いやいやいや、考えてくれていいよ、その、一郎関係あるかどうか。え、でもその最初、冒頭の何文字か読んで、いや、冒頭止めるから。はい、冒頭で。はいはいはい。それはもう壁ちゃんの裁量でいい感じのとこで止めて、はい、それが一郎関係あるあるか関係ないあるあるかを当てる。はい。楽しい。うん。めっちゃ楽しい。第1問。はい。うん、おじいちゃん先生が話す。ありそうやけどな。さすがに。いや、でもこれ引っ掛けなんかな。え、ポップな民間さん、そんなんまで考えてくれてんの？でも2、30つある中から壁ちゃんが第1問に選んでんねんで。いや、1個目。でもおじいちゃん先生なんてだってもう一郎のこと大好きでしょ。いや、そうやし、うん。まあでも逆に誰が興味あんねんっていう話だしな、おじいちゃんのその一郎以外の話。いやいやいや、あるやろ。てか、前回だってまずほぼ一緒、だって、え、だって先生が一郎くんはねって言いがちみたいな。うん。書き出しまでほぼ一緒やん。うん。いやー、むずいなー、でも。まあこれでもね。壁ちゃんの読みやな。壁ちゃんのその考え方をどう読むかやな。うん。まあそうっすね。結局は。まあそうですね。読みですね。え、俺さっき言っていい？うんうん。俺の予想では、最初に送ってことは引っ掛けなんやろなって思いきや、うん、結局一郎のことっていう、裏の裏を書いてくる気がするんで、うん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 、一郎結局関係あるやと思う、俺は。なるほどね。うん。うん、これって、一郎であることを当てられたくないんですよね。いや、どっちにせよ当てられたくない。どっちが嫌なんやろな。どっちが恥ずかしいんやろな。恥ずかしがりたくない気すんねんな。うん。ああ。これで一郎やった時の方が恥ずかしいんか、これで一郎じゃなかったのを当てられた時の方が恥ずかしいんか。確かに。っていう。うん。でも一郎じゃ、これ初手で一郎じゃないっていう引っ掛けでそれ見抜かれたら絶対恥ずくない？悩ませて悩ませて結局一郎関係あるを当てられても別にそんな恥ずかしくない気がする。なるほどね、うん、めっちゃ裏書いてない。だって初手でほんま、まあなんかそのまあ確かにな、王道の裏書きというか、てかまあその書き出し一緒やしな、前回と、うん、おじいちゃん先生がからで一郎関係なかったらなんかマジで何の話やねんってなるやろうから、愛工大名電の、うん、ポップな民間がめっちゃうまいな。でもそれで一郎関係なかったらコンボ技連携プレイってこと？いやでも俺は一郎関係ある気すんねんな。いや俺もある気するけどな。一問目やもんだって、うん、まあじゃあ二人で競ってよ、その俺と競うみたいな戦い方するなよ、うん、でも俺はなくなるって、うん、俺もあると思う、はい、僕はちょっと一緒になりました、申し訳ないが、すいません、はい、正解発表。はい、おもろ。おじいちゃん先生が話す一郎のエピソード。よし。野球だけじゃなくて勉強も頑張ってたんだよの一本やりがち。じゃあもうこっからないや、一郎のエピソード。おい。じゃあ。いやいや、そのおじいちゃん先生のナースあれがなくなるだけで。うんうんうん。まだまだ一郎のことなんていっぱいあるでしょ。うん、まあそら初手はね、さすがに、まあ、うん、結局関係あるんかいが面白いしな、やっぱ、うん、よしよしよし、1ポイント1ポイント。まあ初手はね、その一郎のあるあるじゃないと、うん、みんな嫌やろと思って、うん、いやそうですよ、初手はさすがに、あの裏切ってやろうみたいな考え方してないです、別に。さすがに安牌でした。はい、うん、はい、いきます。校舎から徒歩1分のカレー屋の、めっちゃいいや。
どっちもありそう。一郎言ってんのかーってことやろ。どっちもありそう。でも俺カレー屋のあるあるで一郎関係なかったら弱いぞ。でもな、弱いあるある聞くコーナーやねんな本来ここって。うわー、でも考えられるとしたら一郎のサインあるとか、うん、一郎が座った席が噂なってるとか、うん、それもそれで弱い気すんねんな。はいはい、一郎関係ない。うん、これで関係なかったらほんまに面白い。なんか弱くて、うんうん、でも面白い出題したがるからな。あ、またそっちで読もうとしてる。関係ない可能性の方が高い。ありそうだな。いやでもあってほしいな、さすがに。いやもう一問あるっていうパターンは全然あるよ、関係ある。一郎、だって徒歩1分のカレー屋にでしたっけ、うん、普通に考えたらそれは一郎、一郎がよく食べてたカレーが一郎カレーと呼ばれているとかね、うん、あとそのカレー屋のね、カレー屋の定番メニューとか、あとちょっと裏切ってカレー屋の店長、あ一郎に興味ないみたいな、その、あそれもでも一郎関係あるからな、うん、そうそうそうみたいな、うん、マジでもそれで一郎関係ないあるあるやったらすごいな。いやそうやな、うん、でも俺は関係ないと思います。聞いてみたい、関係ないカレーある。いや俺も聞いてみたいけど、まあでも関係あるな。はいはい、わかりました。さすがにあるやろ。うわー関係なかったくれ。校舎から徒歩1分のカレー屋の店名、幸せと書くんですけれども一文字で、の読み方が誰も分からず幸葉と雪葉に分かれがち。よし、関係なかった、関係なかった。全然関係ない全然関係ない全然おもろ、全然関係ない。どうでもええ幸葉と雪葉どうでもええ。幸せかもしれんやろ本で。幸せやろ本で、うん、どうでもいい、どうでもよ。聞けよ。嬉しい。誰か聞けよ、マジで。うん、聞けるやろ。絶対に。関係なかったな、はい、もっと、一郎は毎朝カレー食べるからなみたいなの言えよ。確かに。確かに。それ狙いでカレーの問題出してんねんから。確かに。うん、一郎ってカレー好きやからなとか言えよ。まあでも、高校生の時から毎朝カレーじゃなかったと思うねんな。ね、そらそうやろうけど、それは多分由美子夫人のカレーがうまいんやろうけど。てか一郎かカレーしか食わんの、野球うまいだけでヤバおじやん。てか毎朝カレー食ってんのにさ、家出る前さおにぎり持たしてもらうのおかしない？おにぎり持たしてもらうの、朝昼逆ちゃう？そうやな、朝おにぎり昼カレーちゃう、うん、そう関係なかった。いつもね、おにぎりを2個ね、ゆみこに握ってくれて、それ持って野球しに行く。知らん。詳しい。一郎って。どうでもええ。ん？知らんのかい？知らん。常識みたいに。全然一郎のこと知らねえ。俺知らん。引退会見フルで見てるから俺。見てない。普通は。47分ぐらいあるけど。長っ。長っ。来週ぐらい長いやん。うん。サチ。よし。はい。勇気。要はあるあるとして面白いけどな、サチとユキ、うん、面白い、ほんまにちょうどあるあるやな、ポップやわ、ええよな、うん、想像できるのがいいよな。椅子とかなんか背もたれない椅子なんやろな、丸い古びたカレー屋なんやろな、回転する椅子、うん、はい、第3問、どの上直道のことは、あれ、じゃあ一郎、いやそのこれで関係なかったらやばい。どの上直道出てきてたら実質関係あるって。どの上直道は一郎ありきでそのフックなってるわけやから、一郎がのことはって、でも一郎っていう単語が出てくるかどうかでってこと。いやそう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 、でもどの上直道のことはって言ってたら一郎と比べてっていうのが、うん、間に絶対省略はされてるもんな。うん、省略はされてる、いや、かもしれんけど、あるはあるからな、絶対。
え、どの上直道も愛工大名電、うん、もう兄弟、兄弟で、どの上って兄弟でしたっけ、うん、どの上兄弟、ああ兄が竹なんとかかな、うんうん、兄竹広も愛工大名電、ね、どの上直道なんかほんまにだって何球団も競合して、うんうんうん、ドラフト1位で中日ってとかやもんな、うんうん、うわのことは一郎は出て出てこな、え、出てこな、どの上直道のことはまあ全然あんま誰も話さないみたいなことなんちゃうんかな、うん、まあでもそれって背景に一郎がおるから、いやそうやね、一郎は話すのにっていうのがあるから、うん、実質出てきてんねんけど、でもそのまあ文章に出てくる、うん、なんかポップな民間さんの癖読み、そうやな、うん、ポップな民間さんがどんぐらいそのあれかっていう出題者としての、いやでも出てこうへんのの方がそうね、なんかトータルで見た時におもろうかも、うん、出てこない、出てくるとしたらだってどういう文章なんて話じゃない、どの上直道のことは一郎と比べてって言ってるかどうかだけってこと、まあ一郎と比較しているかどうかでしょどの上直道のことはやからそのそのおじちゃんおじさん先生たちはほんまなんかどのちゃんと呼ぶとかみたいなことやったら一郎出てこうへん、うん、いやほんまどの上直道にフォーカス当ててるか、そのどの上直道一本で言ってるかどうかでしょ一本で言ってんちゃうの、いやでも出てきたら面白いな、どの上直道のことは直道郎と呼んでいるみたいな、やばそれ別に一郎ぐにゃって出てくるにします、ぐにゃって出てきたらおもろいな、確かに、はい、え、どっち出てこない、ああ、はい、正解発表、どの上直道のことはどの上先輩と呼んでいたが、お一郎ともなると逆に呼び捨て、よっしゃー来たー、嬉しい嬉しい、パチンコやん今のその、うん、今の気合じゅわじゅわじゅわってのお汁出たんやけど、ネプリーグやん、いやマジで今のネプリーグの第4問やん今のトロッカーアドベンチャーの4、どの上直道のことはどの上先輩と呼んでいたがでもキュイン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 ってじゃあもう一郎って言うやん、完全に確定演出やったもん、うん、嬉しい、気持ちいい、3対1だった、うん、いやでもどの上直道のことはどの上先輩と呼んでいたが、どの上竹広のことはの可能性あるから、いやないって絶対生えへんもん、その2つの比較、うん、面白いやろどの上兄弟で比較があったらいや面白いけど、ポップな民間はその興味ないよ多分、どの上兄弟にはそんなに、そうやな、でも有名なんや、やっぱりどの上選手も愛工大名電、うん、はい、うん、面白いな、北三一、あと4問、第4問、はい、メディアライブラリーもう分からん、何か分からん、まずマジでクイズのめっちゃ面白い確定ポイントみたいな、メディアライブラリーでもまあだから図書館に多分あれやろ、ビデオとか見れる部屋あって、うん、それ資料室みたいなね、呼ばれてるみたいな、映像資料とかが残ってるってことですよね、当時の、でもって考えたら絶対一応関係あるけどな、にはもはやないみたいな、でもそれって一郎関係あるんか、でもこれで一郎関係なかったらおもろいな、どんなあるある飛んでくんねやろこの角度から、メディアライブラリーあったかいとか、そのああ場所としての特徴、なんかメディアライブラリーその遠すぎて行かないがちとか、うん、その、うん、靴脱いで入るとか、俺は一郎関係ない気します、すごい、でも一郎を匂わせるな、いやそうやねんな、メディアライブラリーってめっちゃ一郎匂わせてんねんな、うん、だから関係ない気すんねんな、
でもそろそろ逆の逆やと。あーいやそっぱあれだそろそろ普通にし関係ある。いや確かにメディアライブラリーで普通に一郎関係あったらめっちゃ面白いもんな。うん、関係あるわ。てか最初の4問で3つ一郎関係あったら面白いしな、うん、なんか関係ある、関係ある。うわ俺はちょっとでも関係ない、貫かしていただきます。直感を信じる。はいはい。え、関係ない、ある。はい、正解発表。メディアライブラリー、名前がかっこいいだけでただの図書館勝ち。しゃーすごい、しゃー全当て。何の才能やねん。4-1ですか今。はい、すごいやん、すごいね。ほんでずっと逆やん。逆の逆なことないそうやな、うん、うん、メディアライブラリーはまああるある作りやすそうやもん。うん、うん、名前かっこいいだけで初感なんや。一郎から逃げやすいもんな。でも一郎の映像残ってそうやけどな、めちゃめちゃ。うん、うん、ないねや。いいですね。関係あるとかじゃなくても来た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 、関係あれって思ってたな。やばい、はい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 、1時間11分や。あと3問。はい、いきます。はい、第5問。自販機の、え、難しい。自販機の、ん、自販機の一郎でっかい最上川言うと思ったわ。5 え、最上川って言うと思ったの。いやいや、自販機のから575いくやろな。自販機の一郎林エリア51いやでも自販機って普通に考えたら入れ替わり激しいから、その一郎がおった時から残ってる自販機なんかないから、普通に考えたら一郎関係ないね。いや俺あると思うわ。あ、ほんまに。うん、その心は。その一郎ってなんかコーヒーとかの CM とかやってません？ワンダとかのやってそう、やってそう。でずっと一郎がそこにおるっていう。あー、いやー、うわー、めっちゃぽいやん。うん、え、ごめん、俺一緒にしていい答え。ごめん、ほんまにそれはそんな気してた。俺関係あると思うな。うわー、それ、え、ごめん、一緒にしていい？いいよ、別に。なんか一緒にしたらもう、とうは勝てへんよ。ずるっ。ここで俺が一緒にしたら、俺勝ち確になっちゃうか、この問題。うん、じゃあ、俺は一応関係ないにします。自販機の。うん。俺ある。どうする？最終問題に差をつけてもいいよ、まあ、とえ最終問題で調整してもいいよ。ああ、最終問題で台だけ3点とかにしてもいいよ。ああ、そっちの方がいいけどな俺は。うん、でも俺の点数フェアに7点を目指したいから、結構俺、ああ、はいはい、満点取りたいから、うん、っていう、はいはいはい、じゃあ俺は、うん、ある、関係ありそうな気するな今の。東亜の話聞いてなんか、うん、CM でそんな気した、起用されてるっていうその、うん、はいはいはい、はい、正解。自販機のいちごココア美味しいから。くそお前、お前ふざけ、お愛好大名電のあるあるでもなんでもないやん。待って、でも半分一郎おったで今一までは0.5 一郎おったけどな、うん、自販機の1までは、うん、いや一郎かと思ったら一瞬だけふわってふわってしたのに 5? 今からでも自販機の一郎ココアに変えられへんかな、そのあるある。でもよう考えてみてほしいけど、いちごココアって飲んだことなくない？ないけど、うん、何それ、何その飲み物。あのあれでしょうね、カップの、カップで出てくるやつやろな、うん、あ、缶じゃなくて、缶じゃなくて、あのコーンポタージュとか売ってる、あれがなんか変な亜種、うん、はいはいはい、はい、ホットイチゴココとかあるんやと思う。なる、あー、あるか、うん、はい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 、やられた、あー、外した、何やねん、悔しい。イチゴココはうまいがち、ふざけんなよ、しょうもないの送ってくんな、イチローのだけ送ってこいよ。いや、めちゃくちゃ頑張って送ってきてくれてんねんから。ごめん、冗談ですよ。はいはいはい、ありがとう。はい、いきます、第6問。
通称名電バス。さすがに関係ありそうやけど、名電バスやで。いや、愛工大名電を通っていくバスでしょ、多分駅から。うん、名電バスっていうのは、あの説明もつけてくれてる。そもそも校庭がなくて、愛工大名電高校には。で、都心やから体育の授業が2コマつなげて、往復1時間かけて野球部のグラウンドまでバスで移動して授業を受けるらしいんですけど、それを名電バスと呼ぶらしいです。うわ、でも野球部のグラウンドってヒントやな。さすがにこれ関係あると思う。これで関係なかったら、だってこれおかしいで。これこそイチローのシートあるかも。うん、イチローが7問あって、どんだけイチロー関係ないあるある言うねんっていう。それも込みで裏切ってきてるかも。確かに。はい、関係ないかも。関係ない気する。関係ない。イチロー関係ない。バス、イチロー関係ない。でも野球部のグラウンド。いや、そうよ。出てこんかったらおかしいよ、イチロー。さすがに。イチローのサインあるんちゃうか？ここまで結構順当に出てきてるしね。うん。おじいちゃん先生、堂上直道、バス。野球関係あるっぽい時にはやっぱあるんちゃうの、さすがに。そうか、じゃあ関係ある。僕は関係ないでいきます。あるない。うん、あってほしい。てか、あってほしい。もういきます。正解発表。通称名電バス、イチローのポケットマネーで買ったものだという真偽不明の噂ありがち。はい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 。そう、逆張りした今。さすがにね。うん、やっぱ野球部関わってたら、そらそうやわな。セットでイチローも関わってくるよ。そらそうやわ。絶対俺流すし、その噂。うん、だって灘ですら住吉川の上の方のオクションのモヒドが住んでたという真偽不明の噂流れがちだったし。そうやな、イチローのポケットマネーで買ったものだという噂ありがち。いいですね。ありそうやわ、ほんまに。うん、さあ、いやー、よかった。てか、イチローの影響力信じてよかった。うん、イチローを信じてよかった。信じてよかった、さすがに。はい、次最後ラスト4対2。うん、3点にしよう。最終問題じゃあ3点で。はい、さすがに基本、ほんまにこれこれ基本、ゲームの基本。うん、ゲームの基本。問題、メディアコミュニケーション部。おお前メディア何やっけ、メディアライブラリー。うん、何すんねん、メディアコミュニケーション部って。部活ってこと？うん、うん、アマチュア無線みたいなことなんかな。いや、パソコン部みたいなこと。マスメディアについて学ぶんちゃいます？コミュニケーション、メディアコミュニケーション部って何？全部やからな。メディアを使ったメディアを使うからな、コミュニケーションって。うん、まあ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 、マスメディアっていうことなのかな。うん、テレビとか新聞とか。どう一郎に関係さすねん、こっから。でもだからメディアを学ぶ上で一郎について発表しがちとか、一郎に会いに行ってインタビューしがちとか、学校新聞で一郎の記事書きがちとか。かも。あ、一郎にインタビューするんか、うん、だからめっちゃ人気がちとか。とかありそう、ありそう。ちょっと最終問題だけ徹底考察するか。メディアコミュニケーション、徹底考察すんの。このあ、じゃあ1点やけど内容当てたら3点にする。あー、厳しいな。うわ、ちょっと待って、考えような。まずある内容当てないと。完全に、うん、イチローにでも関係は、内容が惜しければ3点にしろ。じゃあ、うん、俺はでもイチロー関係なかったらおもろいと思うから、関係ないで考えるわ。いや、俺最後はあると思う。うん、そうやな、普通はそうやね、普通はそうやね。だから俺は関係なくて、メディアコミュニケーション部。わ、ちょっとメディアコミュニケーション部の活動内容だけ知りたいな、これ。あ、ちょっと俺ちょっと仮説も、もうこれでいくわ。メディアコミュニケーション部、名前かっこいいだけで実際はパソコン部みたいな。わ、すごい、天丼や。そうそうそう、メディアライブラリ天丼。あ、そうそう、すごいやん。ありそうじゃない、ちょっと。ポップな民間さん。いや、ポップな民間のユーモアを信じた。いやー、
でもね、やっぱメディア関係で、うん、同じ系統じゃない気すんねんな、さすがに。さすがに、うん。確かに。メディア一郎と、メディアノン一郎があると思うから、うん、それはでもそうやと思う。メディア一郎やと思うねん。メディアコミュニケーション部。うん。でももうそうなったらあっての簡単、メディアコミュニケーション一郎をなんかで繋げたりだけやから。どういう部活なんかいいけどな。一郎兼部してたとか。めっちゃおもろいや。野球と。メディアコミュニケーション。メディアコミュニケーション兼部してたという真偽不明の噂。の噂流れがち。ポップな民間さんはすぐその真偽不明の噂を送ってくれるからな。ああ、そうしようそうしよう。はい、出揃いました。俺は関係ないと思ってて、メディアライブラリーと一緒、メディアコミュニケーション名乗っているが実際ただのパソコン部がち。はい、俺は関係あって、メディアコミュニケーション部一郎が野球部と兼部してたという真偽不明の噂流れがち。おもろすぎやろ。はい、ダルビッシュは東北高校で兼部してたらしいからな、メディアコミュニケーション。いいですか、はい、頼む。正解発表途中まで。え、メディアコミュニケーション部が高校野球の大会中に更新する速報ブログ。絶対一郎入ってるやん、その名前入ってるな。やっぱそうや、でも言ってたことあってたやん、やっぱブログでなんかするみたいな感じだ。うん、速報ブログ。ここから変えてもいいよ、二人。うわわ。え、じゃあもう一応関係あるな。速報ブログ。いや、ないかも。うん、確かに確かに、そのパターンもある。ちょっと待てよ。更新？更新してるブログでしょ、高校野球の、うん、なんか速報ブログ。うん。うわ、一郎覗いてんのか、それ。高校野球の結果を更新すんやんな。うん。一郎が覗いてて速報ブログ。あー、これでいこう。ユーモアが散りばめられていて面白いにします。何それ。なんかそのセンスがあるみたいな、センスのある投稿しがちみたいな、工夫したみたいな。速報ブログ、うん、ブログのタイトル、ブログ名が、イチローの一球入魂勝ち。変ちゃう？え？だって愛工大名電の速報を流すブログやのに、うん、まあでもイチロー関係あるでしょ、うん、ないんかな。いや、わからん。イチロー、まあ、あるないのポジションは二人とも変えないってことですか、うん、あってほしいけど、イチローのなんか、あー、ちょっと待てよ、顔してるラジオやのに。コメントにイチロー言いがち。そんなんなったらもっと話題になってるしょ、ネットで。イチローがコメントしているという真偽不明の噂流れがち。ああ、はいはい、ああそれええな。ありそうありそうありそう。イチローのなりすまし現れるとかね。うん、にしよう。うんうん、次の一生を目指して頑張ってください。関係あります。はいはい、正解発表します。メディアコミュニケーション部が高校野球の大会中に更新する速報ブログに、シアトルからのアクセスが一件だけあり、絶対にイチローだとざわつきがち。うわ、え、ほぼ正解や。ほぼ合ってるやん。ほぼ正解やった。うわ、逆転された。おもろ。めちゃくちゃ熱ない。うん、シアトルからアクセスがあんの、うん、100% そうやん。おもろ、おもろ。え、ほんでそれ真偽不明の噂流れがちじゃなかった。まあ、でもざわつきがち。絶対にイチローだとざわつきがち。うわ、おもろ、おもろ。最後質高。ほんでシアトルめっちゃ良くない。ほんまにわかんのか、シアトルからのアクセスって。アメリカからはわかるんちゃう。まあさすがに日本じゃなかったらわかるんちゃいます、 IP は。うん、おもろ。おお、この場にいたいな。確かに。メディアコミュニケーション部。メディアコミュニケーション部やったらしいですよ。え、ポップな民間さん。あら、ほんで今来週とこんなメディアコミュニケーションして。うん、おお。すっごいな、一郎熱。めちゃくちゃ盛り上がるやろうな、部室。一郎が見てるぞ。うわー、シアトルから
アクセスだ見てるぞって。そうやな。頑張って更新してよかったってな。うん。今年もだって愛工大名電で、ベストなんぼとか言って。ベスト8か4、8かな。めっちゃ強かったけど。うん、でも、めっちゃいいやつやな、一郎って。そうやな。ボコ愛。愛工大名電の速報ブログ見てるんや。そうやな。一級速報とかじゃなくて。スポーツナビでええのに、うん。バーチャル高校野球でええのに。うん。素敵やん。素敵。うん。俺らも一郎見てなりたいな。灘における。なれへんねん。嫌われとんねん、教師に。灘のブログに。一郎は嫌われてへんやろうけど。いや、大丈夫。あれぐらい結果出したら、嫌いやったやつも手のひら返すから。確かに。うん、絶対、返させようぜ。動画3000本出そう。3000安打みたいに、はい、日米通算4000本出すか俺らも4000本動画、うん、うわでもすごいいい話やったな、うん、ありがとうございました、うん、ポップな民間さん、はい、本当にありがとうございます、うん、あのポップな民間さん次回以降はの、うん、愛工大名電以外の母校のメール送ってきてください。そうやな、ポップな民間の人生にあの迫っていこう大学とか、うん、中学、うんここ行ったんやん、うん、進学先はいねえありがとうございました。いろいろね、はい、お便り今回結構読みましたね。いっぱい読んだね、うん、ちょっと俺が美容室の話しすぎて長くなっちゃいました。まあ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 いいでしょう。はい、はい、ということでまたお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。